ちょっと待って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 モンスターエナジーのこの飲み口がめっちゃめごってへこんでんだけど、これどうやって飲めってんだよ。僕は毎週金曜日モンスターエナジーを買って帰ります。僕そのカフェインとか、あとは薬、カフェイン摂取するとすぐ寝れなくなるし、薬飲むとすぐ眠くなるし、結構ね、そう体が単純なんでね、こう金曜日とか土曜日とか、その夜更かしできる日にしかね、モンスターエナジーとか飲めないんですよね。はい、うん、モンスターエナジーじゃなくて、リヴァイ兵長が強化されました。これパラメータが少し上昇が、これが 1.3 倍とかですると 1.69 倍で、16倍で、27倍ぐらいかな、適当ですけど合ってるかな、それぐらい出るんで強いんですよ。ベジット超えてるんですよ、リーダースキルだけ見れば。まあ、ベジットはその威嚇とかあってね、まあいろいろ違うとこはあるんですけど、スキブ2個あるし、ツウェイにも2個あるし、こっちは封印もあるしね、なかなかね、兵長らしいステータスというか、モンスターに、モンスターというか兵長らしい兵長になりました。ということで、この兵長ね、強くなったんで使っていきましょう。 なんとね、フレンドにもついに湧きました。で、今回のパーティーなんですけど、今回は諸葛亮なしじゃないです、諸葛亮ですね。前回政宗入れたんですけど、諸葛亮を選びました。で、被枠を悩んだ結果、カッカブにしました。マシンタイプでもね、いいってことを思い出し、カッカブ入れてみましたけど、まあ相性わかりません。まあそんなにね、そのマシンと攻撃にこだわる必要もないですけどね、1個ぐらいの属性は別にね、気にしなくてもいいかなってことで、まあ結局カッカブ入ってるんですけど、今回警戒流に行きたいと思います。ちょっと上の方難しそうだし、新王殿はちょっと根性めんどくさいから警戒流っていうね、もう妥協に妥協を重ねた感じでございます。そう、これヤスさんでのリア友なんですけど、今日ね、昼休みに出しましたね、一発で出しましたね、すごいですね、無欲って怖いですね。ヤスさんは確か闇カーリも持ってるんでね、相当闇が強いはずです。ファイアスケール、うわ、カッカブ一番ここにおるし、闇の2A をぜひとも組みたいわけです。闇の 2A めっちゃいますんでね、一応この2人も闇の 2A じゃ 2A なんで、あーどうしよっかな、闇どうせないし、ここでちょっとサツキいきなり使ってもいい気がしますね。初手サツキいきます。この盤面で僕が組める可能性はほぼゼロに等しいんで、初手サツキいきます。あ、でも火振りやすくしてもらうか、まずは、まずはじゃあこちら側も火を消しましょう。で、リヴァイ兵長は回復じゃ倍率が出ないんで、そこがまたベジットと、なんで倍率出てんですかね、そこがまたベジットと、結構減ったな、ベジットとまたそこがね違う点なんですよね。だからベジットはちょっとお手軽って感じですかね、お手軽効果力みたいな、兵長はお手軽ではないが効果力みたいな感じですね。わかんねえ、自分が何を言ってるかわかんなかった。兵長の方が火力自体は高いです。HP も上がってますんでね、ね、カッカブ絶対カッカブ、もう超カッカブ、これ HP35000 もあるんで、そこがね、サイヤ人と違うとこですね。回復力がこれ上がってんのかよくわからないんですけど、上がってるんでしょうね。これどうやって突破しよう、カッカブの位置完全にミスったな。オークニー、やだ、そうだそうだ、今こいつが木属性になってるせいでカッカブのダメージが通りやすいんですよね。困ったの、火を消せるモンスターでもね、半蔵入れるわけにもいかないけど、半蔵入れればなんとかなったかもしれないっていうね、後悔がありますね。まあでも進撃の巨人後悔してはいけないというね、そういう作品なんで、進撃の巨人といえば後悔してはいけないというね、作品ですよね。なんでまあ後悔はしません。で、あと兵長回復作れるんで、やべえ回復欠損したって時にでも使うと回復もできるという便利な性能です。ほい、いやマジでどうしよう、これ結局耐えるパターンだよね、耐えるパターンか闇がボロボロ降ってこないと。まあその闇もさ、兵長がさ、自分の属性と同じ属性だからさ、難しいんですよね。おとなしく耐えましょうか。
さあ、自らわざとかのように回復がない状況を作り出しました。使いましょう。悔いがない方を選べ。ワンチャン、でも回復ダメだもんな。この火を1コンボに抑えることができたら、落ち込んが来なければね。まあ闇を消しましょうってお話ですね。ありがとうございます。痛いです。板尾です。板尾、これワンチャンあるよ。これワンチャンある。来たんじゃない。いや、ここで来ても何も嬉しくないけど、これは行った。行きよ九州消えちゃったじゃん。結局何だったんでしょうかね。ということで、結局10ターン耐久しましたということで、まあ、結局メテオボルケーノドラゴンじゃねえ、ハリケーンボルケーノドラゴンは害悪と、まあ、プラスで落ちたんで多めに見てやりましょう。そしてこの天空竜である先制攻撃2061。はい、ありがとうございました。一応君伝説のドラゴンだからね、そこの辺の自覚持ってね。まあ回復なしのステータスで出てくるのが悪いんですけど。さあ、このゲームここからやっと始まった感じですね。カッカブ使っていきましょうか。グラビティシグナル使います。あ、そっちか、そっちか。もうこれムトもそうでしたけど、普段使わないこの機械とかね、サイン系使うとそっちかよみたいなありますよね。 OK、 落ち込んがいい感じですね。これは倒せましたね。5色必要とかじゃないんで、各株も意外と 2way 分はね作れますし、オラ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 ってなんだ緑ソニアじゃないんですね、悲しい。で、兵長に封印がついたからこそ今できたことかもしれません。ちょっと耐えましょう。闇の 2way 分ぐらいまで耐えます。全然降ってこない。8000ね。別にさ、ダメージはいいんだけどさ、落ち込んでちょっと減らしすぎてさ、あははみたいな一番嫌なんですよね。そうして全然闇が降ってこない。どうした。倍率出ますよね。おいおいおいいやいやいや、まさかこれで20%以下になるってことなんでね。よし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 、むしろ倒してしまう。で、君はちゃんといるっていうね。むしろさっき出てくれた方がね、心臓にも良かったですね。さあ、どうしましょう。闇の通訳見たいんだけど、これ組むとちょっとコンボがおろそかになって吸収されて、おお、マイケル君ってなっちゃうんで、まあ普通に行きましょうか。普通にテロコンボ組めるんですかね。こう、多色を使ってると思うと僕はコンボができないですね。俺は多色を使っていない。俺は多色を使っていない結果、5コンボだ。悲しいなよしよしよし、バカでよかったぜ。あ、バカとか言ったら殺される。まずいまずいまずい。バカとか言うと殺されますね。ソニアさん嘘です。ごめんなさい。あなたは天才です。色がないっていうね。7コンボできたのに色がありませんでした。次も闇がありません。仕方ない。バカでよかったですね。悔いがない方選びます。オッケーオッケー、全然悔いがありませんね。いいね。なんか色が少ないからさ、このジンも。結構このコンボがさ、しやすいっていうか。ね。ある程度まとまって、安定の闇の落ち込み。できるんでね。やっぱ兵長いいよ。これ引くべきですね。進撃の巨人コラボ、なんか特に当たりがいませんねとか言って笑ってましたけど、いや、これは当たりできましたね、完全に。ベジット以上かな、僕的には以上の性能かと思います。まあただマシンタイプってのはちょっと難しいんですけど、攻撃にもかかるしね、サブも広いんではないのかなと思います。さあ、どうしましょう。この人、光に見えてますけど、一応ねこれ闇半減入ってるんで等倍なんですよね。で、あの後半からはもう2分の1なんで、オークニーを前半で使い、後半でちょっとラインが来ましたけど、後半で諸葛亮かなにしても、今闇がないんでね。で、各株もスキルマじゃないんでね、スキルマだったらもう溜まってるんですけど、スキルマでもないので、とりあえず警戒昇竜神屍、屍じゃない、
しなんだったっけ、司令流だっけ、なんかそんな感じのやってもらいましょう。結構減った。行くぞ。はい、ここで奥に使います。で闇 1.5 倍ですね。でこれ諸葛亮にもかかるんでね、 OKOK で、そこに火を、はい、あちゃちゃもう木は木は木はちゃんピンチョンポンピン OK。 木は諦めようとしたら光もいいいいドラリンのエンハンス、ドラリンのエンハンスの発音がおかしいですって言われたけど、まあわざとなんでね。で、サツキで使いたい、サツキで決めたいとこですけど、まあ悔いない方選びましょう。 OK、 素晴らしい。これカッカブちゃん、カッカブちゃん行っちゃう、カッカブちゃんも行っちゃいましょうか。カッカブちゃん使って諸葛亮で行きましょう。これ悔いあるんじゃね使って悔いがある方選んじゃったかな、ちょっと多すぎたね。443かな。ちょっと闇ができても回復はまあ最悪捨てていいんで、こう行くでしょ。でこう行ってこう行ってカンカンカン OK。 まだ安定の闇の落ち込み、ありがとうございます。これで火力がエンハンスしてて300万、なんか発音またおかしかったけど、だいたい150万ぐらい出るんですね今ので。いいですね。なかなかカッカブ使っても意外と欠損しないってところがまたいいですね。はい、闇の宝玉までありがとうございます。お前のことなんてもうとうの昔に忘れたわ、ということで兵長使ってみました。ぜひともカーリーいなくてもいいっていうのがでかいんですよ。自分で陣使えるから、むしろね、まあラーとかに入れれないのがちょっと悲しいんですけど、ヒカーリーのサブになら入れますもんね。まあ、ヒカーリーを今リーダーで使ってる人はあまりないと思いますが、ぜひ兵長強くなったんでコラボガチャ余裕のある方は引いてみてはいかがでしょうか、ということでね、終わりましょうか。以上ナッツでございました。バイバイ。